そうですね、まあ、取れたことは素直に、まあ、嬉しい気持ちです、はい、今日のレース振り返っていただいて、まず11キロ過ぎぐらいでかなりペースアップされたのがあるんですが、これはどういった考えかな。そうですね、まあ、レース全体をこう見たときに、まあ、ちょっとやっぱりあの辺りでペースが落ち着いてしまっているところだったので、まあ、そこで、あまりレースを落ち着けたくなかった、まあ、ラストの勝負、競り合いに向けてもちょっとお互いに削り合った状態に持っていきたいという気持ちと、まあ、引っ張ってくれてた池田選手は結構まあしんどそうだったので、ここで一人でもまあ振り落とせればなっていうような気持ちで挙げました。これも何度かかなり仕掛けるような見えたんですけども、高橋選手は粘ってついてくるというような展開だったんですが、そのあたりどういう心境でしたか。そうですね、エイキさんにあの時点でも2枚傾向がついていたので、まあ、そことちょっとにらめっこしながらではあったんですけど、まあ、本来理想を言えば11キロ12キロのタイミングで出たままどんどん差を開けてそのまま勝つというパターンが本当に理想だと思うので、そこができなかった自分の弱さ、至らなさと、まあ、本当に最後のラスト勝負がまあちょっとできなかったところは少しなので、まあ、ちょっとこう逃げ切らないところはあります。今回のレースも逃げ切らないっていう。そうですね、やっぱり英樹さんのこの本当にラストの勝負で勝ち切りたかったので、そこができなかったのは少し、まあちょっとそうですねっていう感じですね、はい。とはいえやっぱりこう取りたかったタイトルだと思うんですけども、そのあたり今後の自信にもありますか。そうですね、まあ、今回まあ、自分のそのここまでのまあ状態含めてこのタイムで勝ち切れたっていうところに関しては一つ、まあ、自信になったかなと思います。コンディション的には 80% ぐらいというお話もしたかと思うんですけど、実際歩いてみていかがでしょうか。そうですね、まあ、このコンディションとかまあ完成度の中できちっとこういう歩型に持ってこれたとか、まあ、技術的に体力的にこれぐらいの水準にあるっていうところが一つ分かったっていうのは一つ、まあ、良かったんじゃないかなと思います。まあ、昨年1年間やってきたベースアップというところが、まあ、効いているのかなと思います。まあ、今後のレースプランについてはこのレースを踏まえてっていうお話昨日ありましたけども、まあ、今すぐ決められないかもしれませんが、今の時点でどのように。そうですね、可能であれば海外レース1本挟んで東京に向けてっていうところのイメージはしているんですけど、ちょっとまあコロナウイルスなんかもまあありますので、まあ、状況見ながら判断したいと思います。改めて東京に向けて国内のレースは東京まではまあ最後かもしれませんが、これでいいのかいかがですか。そうですね、まあ、十分その力として少しずつついてきているとは思いますので、金メダルという、まあ、一つのターゲットを示しつつ、まあ、自分の、まあ、求める理想に向かってまたトレーニングを続けていければいいんじゃないかなと思います。